はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。TKZ タカ Z というのです。いや、ホロライブコラボ決まりましたね。いや、決まりましたけど、ゴルフですね。ゴルフか。いや、クロスエンマ使えないのがきついですね。まあ、しょうがない。まあ、前回もおはじきだったんで、またおはじきかってなっちゃいますもんね。わかんないけど。個人的にはなんないけど。いや、ゴルフきついですね。で、ね。その、ぷいぷいの、妖怪ウォッチの格好をした、妖怪ウォッチキャラクターの衣装を着た、ホロライブメンバーが登場するということでね。いや、ランクもね、発表されて。いやー、楽しみですね。なるほど。どうなんですかね。強いのかな強いのか気になりますね。性能が気になります。まあ、ウィスパースイちゃんはいないんですか？ウィスパー、あのウィスパーは何なの？追加？ジバニャンが、さ、マギンさんの格好するとかじゃないんですね。マギンさんがジバニャンの格好をするという形になってるんですね。あのウィスパーは何だったんだ？何のジョーク？何のジョークだったんですかね。まあ、非常に楽しみでございます。まあ、入手方法どうなんですかね。まあ、ウルトラ Z ランクの吹雪さんは、まあ、ガシャかな。で、あとは、まあ、あと2体ガシャ。まあ、コロネさんとペコラさんは、まあ、一度ね、封印ボスとして鍛えたので、まあ、マーギンさんが封印ボスとして登場って感じか。まあ、よくわかんないけど、まあ、ランクも決まってますし、まあ、ガシャなのかな。あと、前回のキャラとかが特攻ついてるのかね。気になるところですね。普通のゴルフも大変ですからね。普通のゴルフっていうか、ゴルフも大変ですから。ゴルフも大変ですから。ボスじゃないゴルフもね。大変ですから。そこも特攻欲しいところですね。で、速射。まあ、スキル分かってんの速射なのかな水星さん。速射なんとかね。速射っていうの早打ちできるんですかね。まあ、ダブルゼータですからね。どんな技になるのか気になるところですかね。はい。まあ、非常に楽しみでございます。ホロライブは、ほとんどわかりません。ほとんどわかりません。プニプニでしかわかりません。プニプニの情報しかわかりません。で、プニプニでわかる情報もそんなわかってない。まあ、ホロライブのことはよくわからないですけど。まあ、コラボイベントっていうことでね、楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、X のフォロー、TikTok のフォロー、ミラーティブのフォロー、よろしくお願いします。さよなら、さよなら、さよなら。